さんが亡くなった後に親族が集まってましたよね。その後の息子が降りてきて兄弟で抱き合ってなんか叫んでたんですが、それどういう感情のなんでしょう、感情の表れなんでしょうか。Well, when the brothers asked me in the start what is their motivation, I mean the actors, what they really want to get, and I told them that their eternal motivation, their inside motivation is that they want to be one inside the other, they want to be one. あのまさにこれを演じるあの国を兄弟からもね、あの監督ここの今のあの2人のうちなる動機というのはどんなものなんでしょうというふうに聞かれたんですが、あの自分にとってはあのシーンはこの2人が一つになりたい、一人になりたい、そういう思いを体現しているあのシーンなんです。で実はこれあの、まあ、対になるシーンがありまして、まず誘拐に成功した後その家庭家族が住む上の階にこうあの駆け上がって、そしてその成功を2人が祝い、お互いをね抱き合う、というとてもねあのその親密なシーンがあったんですが、あれは同時にとても行き詰まる、部分もあの側面もあり、2人がまるで抱き合ってるんだけれどもお互いからその話したい、突き飛ばしたい、というような衝動的なものもあの感じさせるシーンでした。でそれと対になっているこのシーンというのはもちろんもう最大の悲劇が起きた後で、それを何とかあの修復しようにももう何もないわけですね。でその中で2人が残っている残されたものというのは本当に一つにそのなりたいというあの原始的な本能だけであったと。であの僕から見るとそれは半ば成功し半ば失敗しているのではないかと思っています。よろしいでしょうか。あのもう一人Okay, thank you. Just briefly, yes. There was one scene that really stood out for me when they kidnapped the girl and she asked them, "Are you Arabs?" And it's like, "No, your mother's an Arab." What was the significance of that scene for you? That's what I want to ask. Thank you.あのご質問の方なんですけれども、あの誘拐されたあの女性がですね、兄弟に あなたたちアラブ系なのと、あのお前の母親はアラブだろうというセリフがありましたが、そのセリフの意図をお話しください。 Well, I don't know if you're familiar with Israeli films or the Israeli situation, but there is an ongoing conflict between the Israelis and the Palestinians about the borders of the hopefully two countries, and the Israeli sees the Palestinian, because there is such a very big conflict, they see the Arabs as like a word for enemy.まあ、もちろんその紛争というのがね、あのアラブ系諸国そしてパレスチナあのまだあの解決されていない中、まあ、イスラエルあの人としてはそのアラブ系のことをまあ一つ敵視するようなところが、まずあります。あのけれどもそのイスラエル自体が、まあ、そういう不景気などにもあの見舞われて、いる中、イスラエル人自身に向けた暴力というのがまた発生し始めているということを描きたかったシーンなんですね。つまりあの占領されたりとかそういう紛争、経済的な危機、そしてそれによるそのまあ階級、止める、豊かなあの裕福とその貧富の差、というのが激しく、だんだんとなってきている中、まあ、あの銃口をその自ら、社会に向けるというのが今新しくイスラエルで起こっていることでもあり、この女性女の子についてにあの言えばね、イスラエル人にまさかあの同じ同胞にまさかという気持ちがああいうセリフにあのなっているわけなんですね。まあ、このあたりというのは多分イスラエル人の方により何か強く響く部分なのではないかとも、今我々の社会をこのレベルまで来てしまっているのだということで。はい、まだいろいろお話を聞いてもあるんですが、まあ、もしあの監督あの見かけられましたらぜひまたあの感想とかあの質問とかをあのしていただければと思います。 Please do。 はい、それではあの友昇原さんにもう一度拍手をお願いします。本日は東京フィルメックスにご来場いただき誠にありがとうございます。本映画祭は入れ替え制です。どなた様もお忘れ物などございませんようお願いいたします。
本日はご来場ありがとうございました。 Tokyo Borderless TV